聖アンデレ十字聖アンデレ十字、または聖アンドロス十字は、キリスト教で用いられる十字架を模したシンボルの一つ。一般に、カトリック教会では、聖アンデレ十字、聖教会では聖アンドロス十字と呼ばれる。日本では、英語名のセントアンドリュークロス、ロシア語名のアンドレイ十字、または聖アンドレイ十字の名でも知られる。処刑される聖アンデレシンボリスム的解釈では、 十字が太陽の象徴であるのに対し、斜め十字は月の象徴である。セイアンデレ十字は2本の直線が斜めに交差した X 十字型の文様であり、名前はキリストの十二使徒の一人で X 字型の十字架で処刑されたとされるセイアンデレに由来する。スコットランドではセントアンドリューが守護聖人であり、セントアンドリュークロスが国旗となっている。そのため、 その他の様々なもののデザインに、スコットランドを象徴するものとして組み込まれている。それには次のような伝説がある。旧世紀初頭、スコットランド系のピクト族のオーフングスが、イングランド系のウェストサクソン王、アセルスタンに攻められた。援軍に駆けつけたスコットランド王、アカイユースは、戦いの前夜、光り輝く聖アンデレ十字の夢を見て、これを貴重だと感じた。 そして、翌日の戦いは、スコットランド側の圧勝だった。その後、フングスは、セントアンドリューの寺院を混流するとともに、セントアンドリュークロスを自らの象徴とし、赤いウスは、セントアンドリューにちなんだ勲章を制定した。ロシアでは17世紀末の1689年、ピョートル大帝によって青い X 十字がデザインされた、聖アンドレイ勲章が制定された。 そして同じ頃、彼のデザインによる白地に、青十字の、聖、アンドレー機が、海軍の軍艦機に定められた。スコットランド国旗ロシア海軍、軍艦機セントアンドリュークロスといった場合は特に旗の、名前としても有名で、この場合、青地に、白のサルタイヤー、または白地に、青のソウルタイヤの旗の両方を指す。スコットランドの国旗、ロシア海軍やウクライナ国海軍の軍艦機、 カナダのノバスコシア州の周期等に用いられている。スコットランドで最初に X 十字機が使われたのは800年頃で、フングス王によるとされている。しかし、当初は色が決まっていなかった。赤い X 十字がセントパトリッククロスとしてアイルランドの国旗となるのはかなり後の時代であり、セントジョージクロスのような普通の十字とは明らかに異なる X 十字は、 当時珍しかったため、色がくくでも他の国との識別ができたためであるとされている。十字の色が白と決まったのは1385年のことである。そして地の色が青と決まったのはそれよりさらに後の17世紀であった。ロシア海軍の軍艦機として知られている聖アンドレー機はスコットランドのセントアンドリュークロスとは青と白が逆になっている。 セントアンドリュークロスという用語は厳密には白と青からなるものだが色に関係ない様々な X 字型のデザインを表すのにご用されることがある。例えば青に黄色の X 字型のセントオールバンズクロスがよく混同される。ブルゴーニュ公、フィリップ全領公は聖アンデレを守護聖人とする金曜毛騎士団を設立し白地に 赤色のセイアンデレ十字を騎士団及び広告の旗として使用した。これはブルゴーニュ十字とも呼ばれ騎士団を継承したスペイン及び同僚ネーデルラント、その他ヌエバエスパーニャなどの副王領で使われた。またセイアンデレ十字を用いた旗のデザインはアメリカ南北戦争の際の南軍機のデザインの発想の源になったという説もある。 スコットランドの国旗であるセントアンドリュークロスは、スコットランドに、ゆかりのある人物や、土地の紋章にも組み込まれている。ロシアの聖アンドレイ勲章帝聖ロシアで最初に、制定された、最高位の勲章は聖、アンドレイ名を冠した聖アンドレイ勲章であり、その気章や、軽色には、青い聖、アンドレイ十字が配されていた。現在でも、スコットランドの最高勲章である。 死する勲章は、軽食と大樹章の気章がセントアンドリュークロスを抱えたセントアンドリュー像であり、聖章は銀製のセントアンドリュークロスの背後から銀色の光線が指している構図である。イギリス陸軍では、これまで存在した数多くのスコットランド連隊がセントアンドリュークロスを組み込んだ舞台章を使用してきた。そして、 それらの部隊のうち不評部隊のほとんどが統合されたロイヤルスコットランド連隊でも識別機や帽子に組み込まれている。また、現存するもう一つの現役スコットランド不評連隊であるスコッツガーズの帽子もセントアンドリュークロスを基本としてデザインされた失する勲章の聖章を模したものである。ロシアの陸軍でも部隊章に聖アンドレイ十字がデザインされており、 このエ絵ン体の基調には、青い星、アンドレイ十字が使われていた。ありがとうございます。